イーモラ。イーモラは、イタリアのエミリア・ロマーニャ州ボローニャ県にある都市であり、その周辺地域を含む、人口約7万人の基礎自治体、コムーネ。ボローニャに次県内、第二の人口を持つコムーネでもある。イモラとも表記される。都市の歴史は、ローマ時代に遡る。ルネサンス期には、カテリーナ・スフォルツァや、チェーザレ・ボルジアがこの地を拠点に活動した。 15世紀に建築された大聖堂や要塞は都市の歴史的なランドマークとなっている。イモラサーキットはかつて海一三リの GP が行われたことで知られる。標準イタリア語以外では以下の名称を持つボローニャ県東部サンテルノ川のほとりに位置する都市である。フォルリの西北西約3 0トル、州都。 県とボローニャの南南東約3 3トル、ラベンナの西南西約4 0トルの距離にある、ロマーニャ地方に含まれる。隣接するコムーネは以下の通り、括弧内の FE はフェラーラ県、RA はラベンナ県所属を示す。この都市はローマ時代の紀元前82年に建設され、独裁官、ルキウス・コルネリウス・セッタにちなんでと呼ばれた。 農業と交易の中心地であり、陶器で知られた。という名前が初めて用いられるのは七世紀である。ランゴバルド人たちはこの地の城塞、現在のキャスタラキー、ランゴバルドをクレーフィが築いたとされるにと名付けたので、あるが、やがてこれが都市そのものの名前に用いられるようになった。ランゴバルド氏を表した八世紀の歴史家、パウルス・ディアコヌスによれば、 イーモラの地では412年に、アタウルフ、西ゴートオート、ガンラプラキディア、ローマ皇帝テオドシウス一世の娘結婚が行われた。ゴート戦争、535年554年と、ランボバルド人の侵入、568年以後、この地は、東ローマ帝国と蛮族が交互に支配を行った。東ローマ帝国のラベンナ総督領を経て、 ローマ教皇の支配下に入った。以後数世紀にわたってイーモラは、ラベンナ、ファエンツァ、ボローニャといった、諸都市と抗争し、また都市内でも、出身者と、参加しし屋の出身者の紛争が絶え間なく続いた。こうした、抗争の中で、イーモラの共和主義的な都市憲章が作られた。教皇派と皇帝派の争いにおいて、イーモラは、おおむねギベリン、皇帝派についているが、ゲルフ、 強硬派に倉替えをすることもあった。例えば1248年。1296年、ギベリンのコンドッティエーレ傭兵隊長は、ボローニャの支配下にあったイーモラを占拠した。パガーニは1299年に、首長に選出され、1302年の島でその席にあった。1334年、ローマ教皇ベネディクトゥス12世は、 アリドシ家の立法二世にポンティフィックル・ビカーの称号と、共に、イーモラの都市とその領域の支配権を与えた。アリドシ家の支配は1424年まで続く。1424年、ミラノの支配者に従う、コンドティエレ、傭兵隊長、アンジェロデラ・パーゴラが、イーモラの支配権を獲得した。1426年、イーモラは、強行領に戻り、後に、 数奇教となるのもとで新政権が発足する。その後イモラはビスコンティケなどの様々なコンドティエーレたちの支配下に置かれ、現在も残るいくつかの城塞が築かれている。1434年、1438年、1470年にはツホルザケ、1450年にミラノ公となるに引き渡されている。1473年、 スフォルザ家のカテリーナ・スフォルザと教皇シクストゥス四世の老いが婚約した際、イーモラは教皇に引き渡され、ジローラモが教皇からイーモラの領主に任命された。なお、教皇のイーモラ政策はメディチ家と教皇との対立の原因となり、フィレンツェにおけるパッツィ家の陰謀につながった。カテリーナとジローラモは1477年に結婚する。 フォルリとイーモラの領主となったリアーリオ家のもとで、イーモラに豪華な宮殿や芸術作品をもたらすことになった。例えば大聖堂や1488年にフォルリで殺害されたジローラモの墓所である。しかしながら、リアーリオ家による支配は短く、ボルジア家出身の教皇アレクサンデル六世は、ジローラモの後継者であるの地位を奪った。除として知られるカテリナス・ルは、 抵抗を試みるが、1499年11月25日に、イーモラは、チェーザレ・ボルジアによって占領された。1502年に、ロマーニャ公爵に助せられたチェーザレは、イーモラに本拠を移して、要塞建築を計画した。当時、チェーザレの軍事技術者であったレオナルド・ダヴィンチは、チェーザレの命令を受けてイーモラの詳細な地図を描いている。1503年。 アレクサンドル六世の死と共に、チェーザレ・ボルジアは失脚する。イーモラでは、ガレアッツォリア・ーリオの派閥と教会の派閥が、都市の支配を争い、教会派が勝利を収めた。1504年、イーモラは、教皇ユリウス二世に寄進され、教皇領の一部となった。1796年6月、フランス共和国軍は、イーモラを占領した、フランス革命戦争三章。 フランス軍は一旦撤退するものの、1797年2月に再占領し、チスパダーナ共和国に編入した、ノチチザルピナ共和国に統合。1799年、イーモラはオーストリアによって占領されるが、1800年にフランスによって脱海され、イーモラは再びチザルピーナ共和国に含まれることとなった。以後、イーモラは、 ロマーニャ地方と歴史を共にすることになる。いいもらには、以下の分離集落、フラツヨーネがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。